いわし天狗の岐阜飯第12弾。ごちそうさまでした。いやー、今回ちょっと歩きましたね。岐阜駅から北に徒歩30分ぐらいですかね。いや、そう、遠いんです。もう現場付近に着いたら山が見えてたので。あれ結構歩いたな。足もあれ疲れきてるなって感じるほどでしたので、ただ先に言わせてください。これだけ歩いて30分かけましたが大満足でした。まずね、お店魚飯食堂さんという読み方で合ってますかね。店頭の雰囲気ご覧ください。いいでしょう。もうのれんがね、中に閉まっちゃってたんですよね。入りにくいでしょう。でもね、僕入ったさ。そしたらさ、心よく迎え入れてもらえたさ。さあ、いや、まず思ったのは、このお店の方ものすごい優しい話し方するなって感じました。もうこの時点で当たり確定でしょう。心つかまれました。喋り方一つで。ここからまあ注文していくんですけれども、ソースカツ丼、こちらはね、福井県のご当地グルメでソースカツ丼っていうのがあって、僕これ結構好きで美味しかったなっていう印象があるんです。以前食べた時の、あ、ここで食べられるんだと思って出てきたソースカツ丼食べてみたら全然違う。え、これソースカツ丼ですか？思ってよくよく食べながら考えてたら、あ、ちょっと待てよと。僕が知ってるソースじゃないわ、これ。デミグラスソースやな、きっと。っていう。ああ、これはなかなか個性のあるソースカツ丼だなぁと。思わず叫んじゃいましたもん。デミグラスソースがこれ、甘うまー。デミってパスタだけじゃないんや。ご飯カツにもむっちゃ合うやんっていう感動ですよね。続いてハンバーグ。これがね、今こねてましたっていうぐらいふんわふわ。もう焼いた後のハンバーグに、いや絶対お店の方これ穴開けて空気吹き込んでるでしょ。それぐらいふわふわで美味しかったっすね。手作り感満載のゴロゴロ肉肉しいというか、うまかったね。で、焼きそばよ。焼きそば、まさにザ焼きそばここにありっていう、うまかったっすね。これはしっかりとしたソースで仕上げていました。だからソースがないわけじゃないです。ソースなくてデミグラスソースでソースカツ丼やりましたじゃないんです。あるんです、ソースは。あえてデミ使ってんですよ。ということで、まあ全部美味しかったですし、メニューの量もね、むちゃくちゃたくさんあって、天ぷらとかね、チャーハン、唐揚げ、いろいろあったんで、あ、きっとこれむっちゃうまいんやろうな、これぐらい感動するんやろな、なんて思うと、これ何度も足運ばなきゃなっていうふうに思いました。まあここに来るまでに30分の距離歩いた、頑張ってやってきたっていうのもこの感動に加味されてるとは思うんです。最高のお店に出会いました。また行きたいなと思います。ごちそうさまでした。